差がないみたいなやり方も考えられて、まあ、それぞれについてこういったシグナルが2以上のケースって分析できるんですけど、あんまり見てない感じですね。その代わりにちょっと例は見ていて、でそれを次に説明するのに、あ、それに行く前に今まで出してきたそのセオリティカルな性質をおさらいすると、まずですね、 DMTB っていうのは、まあ、我々のフレームワークで見ると最悪なメカニズムになっていて、それはどういう意味で最悪かっていうと、まあ、そもそも事後的にも、パレートを最適性を満たさないと。で、先ほど説明したようにそのジェネリックにですね、どの2つのペアを持ってきてもそのペアの中で事前の、パレットの性を達成しない。で、一方の DASTB、シングルタイムブレーキングを使うと出てくる結果はオーディナリーエクシェンスになっている。で、これはまあラージマーケットじゃなくてもパレットエクシェンス、事後的なパレットエクシェンスは達成しています。で、かつペアワイズの、事前の意味でのパレットエクシェンスも達成する。で、これを見るとですね、 DMTB よりも DASTB の方がなんかストリクトにいきやすい。で、一方でじゃあ我々が提示した CADA とこの DA メカニズムの比較はどうなっているかっていうと、この DSTB よりもさらにいいわけですね。オーディナリーエフィシェンシーを満たす。その上でさらに、ここで言ったような形で、まずどの2個を持ってきても事前の意味でのパレットエフィシェンシーは満たされているので、その意味で DSTB の満たす性質はそもそも満たしていて、かつオーバーサブスクライブスクールの中でパレットエフィシェンシーを保存するので、場合によってはですね、このオーバーサブスクライブスクールのセットが3個以上の場合っていうのは DSTB よりもストリクトにいいと。で、こういった形でまあ3社を効率性の観点から比較することができます。で、先ほどの例で数値は出してなかったんですけど、実際にまあ CADA をさっきの例で使ってみると、こういった形のアロケーションなくきちんと事前の意味でのパレット最適な配分になってますよ。ですね、さらに特殊な、環境を考えてみると、より直接的な形で CADA と、DEA を比較することができますね。どういう環境かっていうと、最初の例に対応してるんですけど、もしも仮にですね、全ての学生が同じオーディナルフリカレンスを持っている、もう ABC の順番でみんな同じような好みを持っているという状況を考えると、そこではですね、まあ、DA でどのようなタイムブレーキングルールを使っても STB を使おう、MTB を使おうが、CADA を使った時のアロケーションっていうのが DA のアロケーションをパレット支配すると。だから全ての学生にとって CADA の方が、まあ、DA よりも望ましい。それが、全ての学生が同じオーディナルプリファレンスを持っていることには言えます。で、これなんでこんな結果が言えるかっていうと、その冒頭の例でも例からも明らかなんですけれども、全ての学生が同じオーナルプリファレンスを持っていると、結局申告するランキングも全員一緒で、でランダムタイムレーティングを使っていると、そのメカニズムデザイナーができることというのは、たかだかランダムにその椅子を割れているということなんですね。で、一方でこの CADA を使うとですね、その、DA で実現される、まあ、ランダムアロケーションと全く同じアロケーションを混合戦略を使うことによって実現することができる。自分自身で、ターゲットを出す確率を、移していくことによって、ランダムアロケーションと全く同じ、アロケーションを自分だけで達成することができる。で、ところが均衡においてはですね、そんなランダムアロケーションをミミックする必要はなくて、自分にとって一番、望ましいそのターゲットスクールを選べばいいんで、ジェネリックにはですね、個々の学生は、ランダムアロケーションよりも、望ましい確率的なアロケーションを受け取っていると。で、これがまあパレット支配を証明する、トリックになっています。で、今まではですね、かなりセオリティカルな、ある種抽象的な話になっていて、そうか、シミュレーションをやっているので、その結果を見せたいんですけど、その前に成田君の質問にあった、シグナルの数を増やしたらどうなるかっていう話をさらっと触れておくと、一般にですね、今までフォーカスされてきた CADA は1個だけシグナルを出せるやり方だったんですけれども、シグナルをどんどん2個3個増やすことができると。で、増やし方はさっき言ったようにいくつかやり方があると思うんですけど、ここで考えているのは、その例えばシグナルを2つ出せるときには第1希望シグナル、第2希望シグナルのようなものを出せて、そのタ
イブレーキの割り方としてはですね、学校の視点からすると第一希望シグナルを出してきた人っていうのが一番優先順位が高いと、その中でまたタイブレーキをするんですけど、で第二希望シグナルを送ってきた学生がその次、何もシグナルを送ってきた学生が一番プライオリティが低いですといったような形でプライオリティを作ってあげる、まあ歴史コグラフィックな何かそのタイブレーキの作り方に対応してるんですけれども、これを考えるとですね、場合によってはエフィシエンシーを下げるかもしれない。でまずですね、これシグナルを増やしてエフィシエンシーが上がる例をここに出しているんですけれども、これどういった例かというと、学生のタイプが2つあって、でちょっとメジャーを書いてあります。そのタイプ1の学生はメジャー3で、タイプ2の学生はメジャー1で、で学校が4つあって、それぞれの学校はメジャー1ずつの席を持っている、こういう例を考えます。でこの理徳の数値例を見れば明らかなんですけども、どっちの学生もですね、まあ、ものすごい学校1に行きたがっているような状況になっています。でそうすると、もしもですね、これ通常のパダを使っている場合には、どっちのタイプの学生も、学校1にターゲットシグナルを送ると。でそれ以外のそのオーディナルプリファレンスに関して、まあ、正直に言うのは得になっているので、まあ、1、2、3、4で出すと。でそうすると実現されるアロケーションは、ランキングに関してもターゲットシグナルに関しても全く同じものを出しているので、結局4分の1ずつになると。それが通常のCADA、まあ、CADA モップデグリー1というのを使うときに起こるアロケーションになっています。で一方でこの CADA をデグリー2、まあ、2つシグナルを出せる場合に何が起こるかというのを考えると、どちらのタイプの学生も第一シグナル、一番効くシグナルっていうのは先ほどと同じで学校1に出すついて出すんですけれども、その第二シグナル、2番目に効くシグナルを別々の学校に出すと。で具体的に言うと、タイプ1の学生は学校2に第2希望シグナルを送って、で一方、タイプ2の学生は学校3に第2シグナルを送る。ここでコーディネーションが起こるんですね。でこのコーディネーションが、効率性を上げると。実際にその CADA of degree 2のアロケーションっていうのが CADA of degree 1のアロケーションをパレット支配するような結果になります。でこの意味で、まあ、この例はですね、シグナルを1個から2個に増やすことによって、もう全ての学生にとって望ましい状況に変わっていると。で一方でシグナルを増やすことが得にならない場合もあって、まあ、この例がまさにそうなっているんですけども、先ほどと同じで、まあ、タイプの2つで、タイプ1がメジャー3、タイプ2がメジャー1に行って学校は4つのケースを考えます。でこの例だと、ちょっとどっちがどっちだか忘れちゃったんですけど、タイプ1の学生